コ選手一撃。さあこれで4強は出揃います。緊張してるのか。俺はやつこそがダークホースだと睨んで。気をつけろよチャランコ。番犬広場に怪人の大群が発生。何、こちらの市街地にも複数の怪人が。はい千葉君。操縦者は別にいるわ。怪人どもが大量に湧いて出ている。しかしヒーロー協会は情報不足だ。死んで償え。死ね。やはり S 級クラスはそこが知れないな。さあいよいよ準決勝第2試。もはやグミンどもとは全く異なる新しい種族なのだ。ゆくゆくは世界を支配する。ダランコ選手無傷で決勝進出です。傷口に当たっただけだ。S 級ならもう少しマシな働き見せなさいよ。余計なこと。こうして皆に集まってもらったのは他でもない、ヒーロー狩り画廊の件だ。力を貸してほしい。屈強の大剣豪である皆の力を。分かった、門弟を走らせよう。怪人祭、これを体内に取り入れれば人間の限界を超えた力が手に入る。今以上に強くなるために。お主らも怪人になれ。みんなお前ほどバカじゃねえってよ。さあスーパーファイトもいよいよ決勝戦。明帝剣水流対水球炭酸剣チャランコ。さあついに始まる。あれどうした、見えてないわけじゃないだろ。チャランコ選手は頭部をガードすることしかできません。もっと楽しいものを探している目だ。まあそうかもな。ちなみに俺は賞金目当て。手ごわいって聞いたからだけど、ちょっと反撃したらすぐ試合が終わっちゃうからさ。俺が武術を体験させてやる。蹴り上げた。やはり実力差がありすぎたんだ。今のはさすがにヒヤッとしたぜ。結構粘ってるぞ。さあ打ってこい。楽しませてくれよ。散歩したり怪人倒したり。まるでヒーローみたいなことしてるんだな。あの業界はろくなもんじゃないと思うよ。あんなレベルの人たちがどれだけ頑張っても世界は救えないと思う。君を認めてるからこそアドバイスしてあげたんだけど。なっ、クリーンヒット。楽しむのが目的ならそれ以上強くならない方がいいぞ。なんとカツラの着用が発覚してしまいました。マスクや被り物が原則禁止となりました。よってチャランコ選手は失格。埼玉、なぜここに。知ってるやつなのか。俺の本気をまだちゃんと見せてなかったよな。楽しくやるんじゃなかった。負けたままじゃ楽しくないんでね。メイティ空流剣、逃げろ。うわ、舐めるな。負けた、初めて。最後にアクシデントこそありましたが、終わってみれば無傷での勝利。十字考えても仕方ない。もう彼と関わらなければいいだけだ。大会参加者は全員揃っているか。お前ら怪人になれ。俺は怪人協会から来た豪傑ってんだが。まさかスーパーファイト初代王者の。喜べ、お前らに渡すものが。その怪人細胞を死ぬか怪人になるか。おい、やめとけ。すげえ怪力になってる。へえ。所詮お前も素材によって当たり外れがあるんだよな。ほら残りのカスどももさっさと食え。ここ強いや。みんな怪人になっちゃった。俺の楽しい人生にはお前らが邪魔ってだけ。出てなくなれ。出て深呼吸。今ならまだ寝返ってもいいぞ。今後世界は怪人たちのものになる。だけどあいにく
あんたみたいなブサイクになるのは絶対嫌なんでね。弟子だった連中。おい、あんたピンチなんだ。手を貸してくれないか。人間社会で頂点を極めたところで化け物にはかなわないということだ。ああ、全部食いやがる。体が持たなかったようだな。イーローも所詮は人間。ゆっかー、イナズマゲリー。スネックさん、マックス君、無事だったの。面白くなるのはこれからだぞ。ヒーロー協会にとって人質となる人間をさらって重役の息子を拉致してきました。豪傑も武術家たちを怪人化させたようで、こちらも大きな戦力が見込めるかと。アジトへ連れてってやる。反対のお前には手に余る。警告はしたぞ。先に行く。なあバクちゃん、俺はもう戦う気はない。解き放たれた今は最高の気分だ。全てを手に入れるなんて虫が良すぎない。今までが帳消しになる地獄を味わってから。埼玉ヒーローだよ。埼玉？じゃあ素性を偽って大会に参加してた。たまたまチケットが手に入ったから。もっと言えばまあ暇だったから。とにかく今は危ない状況だからじっとしておいた方がいい。近くにはおそらく豪傑もいる。不意打ちとはいえ俺を一撃で倒す怪人、あれを野放しにしてはいけない。でその怪人はどこ行った？え？あっちだけど。ああ、あのでかい音はその時のか。ちょうどいい、消化不良だったからな。止められなかった。豪傑は手強かったか。うん、一発だったから他との違いが分かる。俺が慣れたんだから誰でも慣れるんじゃねえの。弟子にしてくれないか。絶対に断る。エンジェルハグ。消えた。ああ、30分ほど前に一斉にな。怪人倒さなきゃヒーロー名乗れねえじゃん。誰かにヒーローを名乗りたいから怪人と戦うわけじゃないよな。ヒーロー狩りには久しぶりに興味が湧いた。それがきっかけで格闘技の大会にも出てみ。どうしたの？暗い顔して。ちょっと思うところがあってな。あの強い埼玉氏が。俺はもうこれ以上強くはなれないらしい。俺は強くなりすぎたんだ。いくら怪人を退治して俺の心の中は退屈でしょうがないんだ。孤独なら友達とか作れば。いや、そういうことじゃないんだよな。そんな時期が俺にもあったな。新しい景色を見るためには自分で道を切り開くしかないんだ。勇気を強く持ち誰かのために行動してこそヒーローの存在意義があるのでは。キング、その答えを見つけ出すまでは退屈してる暇などないはずだ。なんか余計退屈になりそうなんだけど。うちでゲームでもしていく？いや、今はとてもそんな気分じゃねえ。